って改めてそういうありがとうって言ってくれるその言葉の強さって言葉の偉大さってすごいなって改めて思いますが、私もこれを読んだ上で思い出したのは、小原さんにこの役をお願いしてよかったって言ってもらえると本当にホッとするんですよ。いつもどの作品をやっていても。で、特に印象深いのはどの現場もそうなんですが、私サマーポケツっていうゲームでシロハっていうキャラクターを担当しているんですね。で、まあゲームだから基本収録している時は一人なんですけど、サマーポケツっていうゲームとリフレクションブルーっていうゲームがあるんですけれども、まあ同じ一つの作品なんだけどね。その最初のサマーポケツっていうゲームが出た後、打ち上げがあったんですよ。で、その時に、社長から、私のところにわざわざ来てくださって、本当に白羽をあなたにお願いしてよかったって本当に心から思ったって言われたの。特に後半の芝居は素晴らしかったって言ってくれたの。まあ、やったことない人は、ぜひ、プレイしていただけたら嬉しいななんて思うんですけれども、なんかただのなんか無口なボソボソっとした女の子じゃないんですよ。やっぱ演じた私が演じた白羽ちゃんってプレイしていくとだんだん見えてくるものとかもあったりするから、すごくこう考えながら悩みながら演じたから、当時、まあ今もそうだけど、だからなんかその言葉を聞いた時に一気にホッとして、まあまだその当時はゲームリリース前だったけど、だからその日の夜、家に帰った時に玄関で泣き崩れたな、覚えてる。なんか人の言葉、まあマネージャーさんとかもいつもこうやってフォローっていうかこう、サポートしてくれてるけど、見てくれる皆さんだとか、あとは制作スタッフの方々にこうやって言ってもらえるのは、本当にありがたいな、なんて思いましたよ。はい。飛び込むよ、 GOT